はい、じゃあ立ってお願いします。こんにちは。こんにちは。お名前教えてください。岡崎雅人です。岡崎雅人くん、今日はドアラ会うのすごい楽しみでしたか？はい。ドアラのこと大好きな岡崎くんに、じゃあドアラの質問をお願いします。ドアラ先生は毎日何枚パンを食べるんですか？毎日何枚ご飯を食べるんですかという質問ですね。はい、はい、もう毎日毎日大変ですね。いろいろ体を動かしてトレーニングも励んでおりますけれども、たくさんご飯を食べるんじゃないかなと思うんですけれども、毎日0から3枚パンですね。ありがとうございます。素敵なプレゼントどうぞ。ありがとうございます。はい。